大学は千葉県流山市小牧474番地に本部を置く日本の私立大学である。1990年に設置された。大学の略称は江戸大。在校生には一人につき一台のノートパソコンが入学後に配布されている。そしてコンピュータの基礎教育、文章教育、コミュニケーション教育を積極的に行っている。また、 大学敷地内には、無線 LAN も配置されており、インターネットが常時利用できる。教員には、小倉厚志、西条昇、小林いたる、北原則彦、時昭一、西俊久等、各分野において、著名な人物が非常勤講師も含めて多く、同大学卒業生の専任教員もおり、学生との交流も盛んである。それぞれの学科においての野外活動も多い。 特に現代社会学科は、専人教員の専門分野が幅広く、現代社会の諸層を野外活動を軸に研究する学科として、江戸川大学の特色が生かされた学科である。学部付属機関国内大学広報等一時資料。ありがとうございます。